ノット・ギルディは、ジョージ・ハリスンの楽曲。1979年に発表されたジョージ・ハリスンの、アルバム、慈愛の輝きに収録されたジョージ・ハリスン作の楽曲。マハリシ・マヘイ・シュヨーギー1968年、ビートルズは、インド・リシケーシュにて、マハリシ・マヘイ・シュヨーギーの下で、超越瞑想を行っていた。しかし、ビートルズのメンバーはジョージを除き、 女性との不定行為を働いていたマハリ氏に厳滅して離脱。本作はインド滞在後のジョン・レノンやポール・マッカートニーとの関係性を題材としている。1968年のホワイトアルバムセッションにてレコーディングが行われたものの収録曲候補から外され、1996年に発売されたザ・ビートルズ・アンソロジーさんに収録されるまでビートルズバージョンは 未発表のままとなっていた。1978年に、ジョージが、自身のソロアルバム、慈愛の輝きのセッションにて再録音が行われた。1968年5月に、ジョージの自宅で、アコースティックデモが録音された後、ホワイトアルバムのセッション期間中の1968年8月に、本格的なレコーディングを開始した。プロデュースは、ジョージ・マーティン。 レコーディングエンジニアは、ケン・スコットが務めた。本作のレコーディングは、ホワイトアルバムのセッションにおいて、最大の難関とされ、曲のテイク数も102に達していた。最終的に本作は、収録曲候補から外され、ビートルズ活動中に発表されることはなかった。1984年に、ジェフ・エメリックによってリミックスされ、1985年に、 発売が予定されていたビートルズのアルバム、セッションズに収録される予定だったが、元メンバーが反対したことにより未発表となった。1996年に発売された、ザ・ビートルズ・アンソロジー3で、ビートルズバージョンが日の目を見た。2018年に発売された、ザ・ビートルズ・イー・シャーデモと、第102テイクが収録された。なお、本作では、 I'm only sleeping と同じように逆回転させたギターソロが入っており、ビートルズの楽曲において逆回転ギターソロが使用された最後の楽曲とされている。1978年初頭、ジョージは自助伝、I, me, mine を執筆するにあたり、制作した楽曲の原稿を収集していた際に、本作のデモ音源を発見。この当時、ジョージはアルバム、 自愛の輝きのセッションを行っていたことから本作を再レコーディングすることを決定。ジョージはスティーブ・ウィングッド、アンディ・ニュー・マークラと共に自宅スタジオ、フライヤー・パークでレコーディングを行った。本作においてニール・ランセンがローズ・ピアノを演奏している。ジョージによるソロバージョンはビートルズバージョンと異なりジャズ・ポップ調のアレンジとなっている。出展出展。 ありがとうございます。